グランロデオの岸尾です。はい、飯塚です。さあ、3月11日に日本武道館で開催されます、うん、グランロデオライブ2023ロデオジェットコースターのオフィシャルホームページ選考の締め切りが、迫ってきました。あらま、今回のライブはアニメタイアップ、うん、のみ、しかも全曲やるという、ことに決定いたしましたが、飯塚さん、うん、自分たちが作ってきたね、まあ、32曲もの、まあ、我が子のような、うん、とりわけこう世間様に可愛がられたというような楽曲たち、うん、はい、どのように今回捉えてらっしゃいますでしょうかね。やっぱりね、タイアップでね、うん、やっぱりアニメのこのオープニングだったりとか、うん、エンディングの曲じゃないですか、うん、そうするとやっぱりね、そのファンの方々がね、その場面を思い浮かべるわけですよね。だからもう1曲目から号泣です、お客さんは。多分ね、涙でステージ見えないと思います。俺を映画スラムダンク、そんな感じだったな。それをさっき聞いたんでちょっと言ってみたんです。なるほどね。映画に負けないようにね。そうですね、もう1曲目から大号泣。我々は何作品もありますから。そうですよ、バックに背負ってるもんが。そうです、もうだって32曲本ね、うん、あるわけでございますから、はい、1曲目は何から始まるんだろうっていうね。そう、これ考えるのがちょっと楽しみ、うん、全員だからさ、もう瀬戸利の32曲分決まってるから、うん、全員スタッフもさ、グランロデオ側、うん、投票で決めてもいいかもね。1曲目何から入るかっていう、俺も考えとくからみたいなさ、まあ、うん、でも結局飯塚さんがね、ズバリ、まあ僕はもうあいうえお順で。そうか、そうするとは最後はもう、うんで終わるわけだよ。そうだね、うんの曲ってあった。うんの曲はない。わとか、なかったわってなかった。で、トンキー、今ここはあ、ローズヒップなんてあったんだよね。ラジビルでローだから。ムーブオン、あ、ムーブオンね。まあ、ちょっといろいろ、手を変え、品を変え、はい、まあ、もう大体は決まってるんだけど、皆さんの期待に、そぐわない。だからハードルもちゃんと設定されましたから、全部やるっていう、うん、それをもうみんなである程度最低ラインっていうのが決まって、これはどうやら楽しくなりそうだぞと、だからもう一切、だからアルバム曲とか我々好きですけれどもね、グランロデオのタイアップ以外の曲をやるっていうのも、でもこの機会、ここぞとばかりに派手な曲ばっかりバンバン打ち上げますから。そうですよ、ね、もうね、皆さん大号泣ですよ。もう勘弁してくれーみたいな、最後はね、大号泣。また大号泣。もういいみたいな。俺らが泣いちゃった。泣いちゃいますね。ということで、オフィシャルホームページ選考は1月29日、23時59分までということでございます。はい、皆様、頭をね、まな板の上のなんとやらでございますから、うん、武道館で待ってます。はい。